スポーツ教室には1歳から71歳までの32人が参加しました。倉敷市出身の岡田陸斗選手とコーチら4人がバスケットボールを使った簡単な運動を紹介しました。このスポーツ教室は県民に運動を習慣づけてもらおうと去年始まったもので、参加者はペアになってボールを投げたりドリブルをしたりして汗を流していました。頭、肩、床、くる回ってボールをキャッチするのが結構難しかった。最近バスケ始めたんですけど、より一層こうバスケに興味持って、これからもねバスケ頑張ってくれたらいいかなと。バスケットだけじゃなくて体を動かすことの楽しさを、子どもたちに覚えてもらったら、いいなと思います。